れ様でした。平常心 T シャツが負け惜しみ T シャツに変わってしまいました。レース、まあ、ラップタイム、うん、および区間タイムも含めて、うん、見てはいたんですけど、はい、やっぱ大石さん上手いなっていうところが随所に見れてるんですけど結構エグいところで抜かれましたね。登ってる最中とか思いっきり抜かれた時はあれは、最終3で行ってみたの。でもあれなんですよ、後ろ走っているような感じになっちゃいましたけど、うん、面白かった、見ても面白かったし、そうでレースしてる自分としても面白かった、総評してどうですか。いや楽しめるよ。で、どこに出ますかってスゴを僕は選ばせてもらったんだけど、はい、スゴを選んだのは正解だった、どういう部分がやっぱ車に合ってるんですか。やっぱり車のコントロールを楽しめる、コースになりますスゴが。でそれに対して、350はすごい応えてくれる車なので楽しみました。